その真ん中も取れてくれると嬉しいよ。はい、はい、じゃんけん朝甘えタイムです。はいはいはい、こっちもこっちおいで。はい、並んで。あれ？にゃらぶにょーって。にゃらぶにょ。いい中で。ね、じゃ。ポンちゃん。あ、ポンちゃん行っちゃった。頑張りましょう。はよう。天気はあまり良くないけどね。そうね、雨は降ってんのこれ。なんかね、よくわかんない。寒そうだね。すごい寒いみたいですよ。はい、そうですか。お昼、東京の話しかしないからあれだけど、天気予報はお昼ぐらいから雨は上がるって言ってたけど。そうですか。データ放送でこの辺のを見ると曇りになってました。じゃあ散歩できますね、うん、寒くてもね。ちょっと行ってこよう。ジャン君、失礼。ポンちゃん、ジャン君がトイレに入るときにほわーほわーっていうので、ママがちょっと心配していますが、多分痛いとかそういうことではなく、なんかもう言うのに慣れちゃったんじゃないかと思うんだよね、うん、習慣づいちゃったのかな。あとはちょっと今うんちくんっぽいのでそれのせいかもしれないんだけど、うん、ってことは終わったら走るかな。カメラはそちらを向けるわけにはいきませんので、後ほど。飛んできた。さあジャン君、終わりましたね。どうですか、元気出ました？さあ、あれ今、爪とぎでちゅー。ジャン君、僕は爪とぎですよ。ジャン君その真ん中も取れてくれると嬉しいよ、うん、なんかすごい取れてるでしたな。はい、ジャン君、いいね、ジャン君。少し走ってみる。ジャン君、ジャン君、ジャン君欲しいんだよ。ジャン君ポンちゃんおしっこしただけでも走るよ。ポンちゃん、ジャン君僕はもう大人だから走りませんって。満足。この爪とぎポジションをポンちゃんから奪い取ったジャン君です。追い出して自分がポリポリしています。誕生日プレゼントだからね。そうそう、ジャン君のだしね。ポンちゃんもね、借りてるんだよね。すっかりくつろいでたのね、あの中でね。次はジャン君の番だ。さあ、そこを布団敷くんですよ。もうパパ眠くなってフラフラしているんです。僕は今入ったところだから。やめて、今入ったところだから。